不定13疑問詞と不定詞のパターンですまあ、疑問詞プラス不定詞と呼んでもいいでしょう今回のポイントとしてはね、まず形 to から意味の塊だって言ってたんだけどその前に疑問詞が置かれるんでその疑問詞から塊だっていうことそして訳し方に一つね共通する特徴があるよ形と訳し方この2つのポイントについて学びます今回も比較的簡単に学べると思いますそれではスタートします それでは例題ドスン次の2本文にはウェーブになるように空欄に適する語句を書きなさい二つ目、ねえー、私は何をするべきかわからない I don't know 2番私はどこへ行くべきかわからない I don't know という形でこうほとんど一緒のものを並べておきましたで、えー、残っている部分を考えると私はわからないじゃあ足すべき意味の塊は 何をするべきかという塊ですねこの「塊」そして下も「どこへ行くべきか」という塊はいこれが塊よと。で「何」って言われたら「W」だし「どこ」って言われたら「Where」なんだけどその後に「まさかの」。 そのまんま不定詞を置いちゃえばおしまいです。今回のティーケードポンこちらトゥはい疑問詞プラス不定詞のパターンです。不定詞はね形はトゥーではなくて動詞の原形塊で意味を足すんですけれども今回は疑問詞トゥープラス不定詞という形。だから本当に冗談抜きでワットの後ろでトゥー,ドゥーを置いちゃうと何をするべきか。 そのままじゃないですか「What」が何でする何をするだけでいいんだけどじゃあ「べきか」ぐらい入れないと日本語ちょっと変な感じだし「Where」と「どこをする」だと変だから「どこでするべき」ね。で「How」がどのようにするこれだけでちょっと日本語変なので「するべきか」っていう感じ特に「Howl o に関してはほにゃららのやり方なんていうねきれいな日本語でぎゅーまとめちゃうこともできるくらいです。 ですからね、訳としてはするべきか、するのかぐらいのことを尻尾にくっつけるのと。不停止の塊のスタート地点が一個繰り上がって、ワットから塊、ウェアから塊、ハーブから塊。形の注意点がスタートの繰り上がり、訳すときの共通性、この二点です。もう立ち上がりの最初のところで言った、その二点だけです。それじゃあ戻るぞ、トゥン。私は何をするべきかわからない。 はい、今回は「疑問詞は何?」で「する」だから「割るる」はい出来上がり「I don't know」「割るる」はい割るるがまとまりとしてね塊になってますでスタート地点が「トゥ」じゃなく1個繰り上がりそこだけポイントはい「した」「どこへ行くべきか」「どこ」は疑問詞ウェアで「where」で今回は「する」じゃなくて「いく」なので「トゥギャー」 はい, I know where to go. はいこのようになってここから塊ね本当は「トゥ」からなんだけどごめん1個繰り上がってここからということですはい役のべきかべきかスタート地点が繰り上がりこの2つのポイントもバッチリつかめたはずです続いてこちらブン「私はその箱の開け方がわからない私はいつそこへ行くべきかわからない」 さっきからずっと「I don't know, I don't know」何もかも分からないそんな私なんですけれども皆さんは何もかも分かってる。はいということでその箱の開け方が分からないその箱の開け方でしたはいつそこへ行くべきかということもうねテンポよく行きたいので2ついっぺんに行っちゃいます「えー、いつは when そこは there 行くは go」「その箱は、ねえー、that a box まあ the box でもいいでしょう。開けるはオープン。そうすると開け方これだけだよね。どのように開けるのか。かと考えればこのどのようにが「How はいということで I don't know how to open the box. はい。そして下。 いつなので「when to go there」はい「go to there」じゃないよ「t h e r e 福祉だから」ということはいウエスター見比べます。I don't know how to open the box.I don't know where to go there 訳す時は開け方開けるべきか分からないね、えー、いつそこへ行くべきか分からないべきかこの訳のポイント。 そしてもう一つが「塊」のスタート地点が「トゥ」からじゃなくて1個繰り上がって「ハウから「塊」のスタート地点が「トゥ」からじゃなく1個繰り上がって「ウェン」からということでした。はい疑問詞「トゥ」不定詞のパターンスタート地点の位置が前にずれる訳すときの特徴この2点です。バッチリです。 はいおさらい t ー s ーポイントで今回は疑問詞の後ろに「トゥー不定詞置くパターンでした、ね、形としては動詞の原型ということで通常は塊のスタート地点は「トゥー」からなんですが今回疑問詞で1個繰り上がるというところがポイントですで下を見ていただけますと疑問詞「トゥー不定詞で「割れる」「割れる」「はるる」ということで、ね、スタート地点がそれぞれ1個前に出て訳すときに何をするべきかどこでするべきか どののようにするべきかべきかするるべべききかかんていうふうに語尾にちょっと特徴的な感じで「ールの場合にはねホニャらラのやり方きれいな日本語になっちゃったりもするんですけれどもねこのように疑問詞の後ろに不定詞を置いた時「1」が前にスタート地点がずれる訳し方の共通性この2点をばっちり身につけたはずです。お疲れさ、ま